生は必ず泣いて暮らす人もありまた笑って生きてゆくきっともあるいろいろあるが私の道は父母兄弟泣き上に体も悪し体というのは一本足を仕事中になくしたこと体の悪き者は私一人ではないこの世には家族の人がいるではないか私は子供の頃から悪の道に入ったら今の私は悪の心を変えて良き道に入る心になったと思う一人もの一人もの豊さんが書いていたノートをセブンという寿で働きながら歌を作っている青年が自分で作曲して歌ってくれたんです。豊さんという人はとても子供が好きな人だったんです。このノートは文字の練習も兼ねて初めて豊さんが書いた文章らしいんですけれども、昔公園で一人の子供と知り合ったそのことについてびっしりと書いてたんです。ちょうどその日は天気が良くて相場の小さな公園に行って落ちてる髪を引いて横にやっていると通っていった人が落としたのだろうか髪で作った財布らしきものその中を見たら1円札10円札が100円くらいあったまたそれを拾ってポケットに入れようとした時丸い小さなボールが飛んできたそしたらボロボロの服を着た小さな子供がおじさんボールを拾ってくれよと言ったそれを拾って投げてやろうと思ったが私はボールを落としてしまったおじさん野球下手だなと言ってやってきたおじさん寝てたんだねだから拾えなかったんだなおじさん僕たちと一緒に遊ぼうよ笑いながら私に言ったそれで悪くなりかけていた心が優しくなったんだ私は子供にものをやろうかと言った嘘だと言いながらそばに来て手を出した私は拾ったばかりの10円札を子供へやると子供はすごく喜び跳ねておじさんまた明日もねと言って飛んでいった飛んでいった私は子供を持っているのだ私は子供を持っているのだララ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 おじさんではなくてお父さんと言った自分で考え子供にも飯や小遣いを親だと思って暮らす父なんだと思
ように考えながら明くる日も公園に行くと子供は昨日のおじさんと言って小さな手を出して今食べてるお菓子これ おじさん一つ食べるかいこれおじさんにもらったお金で買ったんだ、まあ、私にはその時金はなかったが今だと僕おじさんお金なくしちゃったんだってまた明日あげるよと言って別れたあの子はいくつくらいだったかの年は聞かねえども今思うとあの子のために今の私は優しくなったのさ今の私は優しくなったのさララ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 ラ